ます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。寒いです。今年一番寒さ。なんか AKB 人生一番寒かったのがみんな口を揃えてマジスカ学園のドラマの最終回の撮影だったって言ってるんですけど、結構匹敵するぐらい。でもめちゃくちゃ映像が素敵なのでいい作品をと思ったり、私は頑張れますけどみんなに付き合ってもらってる感じがして申し訳ないけど頑張りたいと思います。2日間お願いします。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 おはようございます。お願いします。今回ジャケ写もこのミュージックビデオもお花がモチーフだからすごい可愛いし漏れます。最高。衣装も花柄なんです。花柄です。じゃん、可愛い。お花がいっぱい、かわいい、全部かわいい。寒い、寒いよ。ねえ、ゆきちゃん。団子三兄弟です。私たち、あ、来た。入れてくれました。今一緒に入ってます。遠近ハードハート寒い。はい、スタンバイで鍛えていきましょう。なんか夢のような感じ。なんかゆきりんさんが夢だったアイドルの儚さとかなんか楽しさとかそういうのだって聞きました。めっちゃ幻想的ですよね、こんなに寒いのに。やったー、ありがとう。お花上に上げて。さっきあそこで柏木さんにあの渡すシーンみたいな、はい、あれってどういうシーンなんですか。あれはゆきりんさんが森をさまよって第一発見村人が私とゆりちゃんで、そこで私たちもゆきりんさんを見つけてわーってなって、あの仲間の印の花を渡すっていう大事なシーンでした。一緒にね、選抜としてこうやってゆきりんさんの最後のシングル活動できるのもめちゃめちゃ嬉しいですし、なんかこうやって MV 撮影でまた一つゆきりんさんと思い出を作ることができてすごく嬉しいです。ゆずきでーす。ゆずきでーす。ということで、はい、AKB48 63枚目、うん、シングルの撮影をしております、はい、してます。1日目です。で、カラコンっていうね。あ、そうだ、カラコンウィンク、コンウィンク、カラコンウィンクだよね、うん、ウィンクはもうゆきりんさん、うん、と大得意な、またウィンクのね、そう、振り付けが出てくるよね。そう、今回めっちゃウィンクしてる気がする。そうだね、ね、ウィンクできる箇所いっぱいあるし、まあ、ウィンクって歌詞が入ってるぐらいだから、うんうん、いろんな箇所でメンバーがウィンクするんじゃないかなと思います。私たちは新名です。そうね、今回は今回そう何回目だ、3回目ぐらい、3回目、ああ新名になって、うん、そうだ ね、 ね、確かに、うん、1日目はわずか。行ってきます。行ってきます。すごい、そのこんなに自分が
フューチャーされた経験が今までないので、なんか戸惑いと、なんか申し訳なさと嬉しさみたいな感じで、なんか AKB 入って味わったことない気分、気持ちを1日目ですごい。でももうすでに完成がめちゃくちゃ楽しみで、もうみんなが本当に可愛い、もう誰と目が合っても可愛すぎて、もうそれで十分です本当に。私みんなが可愛いのがもう最高です。なんか曲も結構本当にその私が本当に昔からいた AKB をっていう感じのテーマもあって、なのでなんかこうエブリデイカチューシャを作曲の方が一緒なので、こうイントロでエブリデイカチューシャのこういうラインでこう倒れるダンスみたいなのを本当にアップデートして、ラインダンスが10倍ぐらいに難しくなって帰ってきててでも、あ、今の AKB っぽいなと思いますし、本当に曲のいろんな振り付けのところにそのなんか私の要素を先生がたくさん取り入れてくださって、これが今後歌っていってもらえたら、この作品にその柏木由紀がすごい残って、 AKB に柏木由紀を残せる一曲が出来上がったのがもうめちゃくちゃ嬉しいですね。本当に今の AKB にしかできない楽曲で MV だなっていうのはすごい感じます。はい、ということでMV 撮影1日目が終わりました。終わりました。はい、私たちね、このシングル初選抜選んでいただいたということで、まず感想はなんか、はい、今日の感想。いや本当に、うん、やっぱこんな大変なんだっていう、何回も踊ってやっぱ選抜はやっぱ揃ってるダンスが印象的だったじゃないですか。だから私たちも絶対揃わなきゃいけないって思って、たくさんちょっと緊張したんですけど、でいい作品ができたと思います。今日で。そうだね、はい、はい、明日もあります。あるので頑張ります。頑張ります。バイバーイ。バイバーイ。白い落ちた。おはようございます。やっぱ朝寒い。こういうね、ちょっと石が多いとことか初めて来たので楽しみなのと、あとはたくさん寝たのでいっぱい気合も元気も満タンなので、ラスト楽しんで頑張りたいと思います。そうですね。あとはでもやっぱり先輩方とこう選抜の MV を撮ることが初めてなので緊張感もあるんですけど、こうたくさんコミュニケーションとかも取れる機会で、すごいいい経験ができてるなと思ったし、なんか、うん、これからきっと、ね、後輩とかももっと入ってくると思うので、この経験をどんどん活かせていけたらいいなって思いました。撮影2日目はもう2日とも極寒の中みんなでいっぱい踊ったりしてるんですけど、でも何だろう、衣装もすごく可愛くて、踊っててもウキウキしますし、すごく楽しいです。今回セットにお花がいっぱいあったりとか、今日の2日目もすごい幻想的な場所で撮影させていただいてるので、なんか完成がすごく楽しみだし、ファンの方にもめちゃくちゃ楽しみにしてほしいなって思うし、いい作品ができるようにまだまだ頑張りたいと思います。ずっと見てましたね。ふざけてた。ずっと見てた。教えてもらった顔やっていいですか？監督ありがとうございました。温かい顔です。ありがとうございました。ユニさんに教わった温かい顔、26年前に習得した温かい顔、ありがとうございました。ユキさん卒業シングルってことなので、すごいユキさんを見送るようなシーンが多いというか、そういう度に本当にもうなんか卒業しちゃうんだって、それされちゃうんだっていう寂しさもあるし、自分が頑張っていかなきゃなっていう、もうワンカットワンカットにそういう気持ちになっちゃうので、すごい募ってはいるんですけど、次は自分たちがこう引っ張っていく番なんだなというか、っていう気持ちにもさせてくれる撮影になっています。これまでの先輩からこうつながって紡いできたこの歴史も大切にしつつ、こう新しい AKB の空気感というか、
その時代時代によってこう乱される空気感っていうのはすごい変わってるものもあるなっていうのもすごいあるので、本当私たちでしか作れないような空気感になっていくんじゃないかなと思うし、それをこう皆さんに多くの人に愛されるように自分たちも頑張っていきたいなっていう気持ちです。すごい楽しいですね。やっぱり衣装がすごい今回やっぱゆきりんさんの最後っていうのもあって、コンセプトがすごい可愛いけど綺麗でみたいな、儚くてみたいな感じがしてとても良いです。やっぱゆきりんさんといえばウィンクって印象もあるし、なんか振り付けとかにもゆきりんさんらしさがすごい詰まってたりとか、曲自体もなんかなんていうんですかね、すごい可愛い女の子というか自分の気持ちに気づいてよみたいな感じの女の子で、女の子ですよね、録音だから、うん、そうだからすごい可愛くていいですね。なんか AKB って感じの歌がだなと思います。MV 撮影に参加するのは2回目なんですけど、でも今回は前回と違ってすごいなんかお花の装飾だったりとか、あと何回も踊ったりとかいろんな角度で撮ったりとか、すごいみんなと踊るシーンがいっぱいあってそれがすごい楽しかったです。なるさんとみゆさんとまなかちゃんと4人で喋るシーンがあったんですけど、今日本当にその使われる撮ってる時は撮ってる時間は短かったんですけど、めっちゃもう30分ぐらいずっと4人で笑って喋ったので、なんかどの時の会話の部分なんて言うんですか、めっちゃいっぱい笑ったのでどこが使われてるかが楽しみです。こんなすごい先輩方と一緒にこんなに長くいる機会は やっぱり今まではなかったので、なんて2日間とっても楽しくてすごいいい思い出になったなっていうふうに思います。今はその選抜に入ったってことで、なんだろう、今まではこの今までの目標としては、なんだろう、大きく選抜に入りたいなっていうふうに思ってたんですけど、やっぱ次はそうですね、正規メンバーになりたいなっていうふうに、やっぱ今は研究生でいろんなことを学ばせてもらってるんですけど、正規メンバーになってなりたいなっていうふうに思います。でもやっぱ選抜は揃ったダンスがやっぱ特徴的だったので、私が入ってもうなんか浮かないように頑張ろうって思ったんですけど、でもなんか先輩方がそう緊張することないよみたいな感じでたくさん話しかけてくださって、すごい馴染んなんか場の和んだ現場でたくさん撮影することができました。すごい自分にとって貴重な経験になりました。 AKB の八木あずきでたくさんの方に知ってもらえたらいいのと、あとやっぱ本当に今の AKB もすごいやっぱ先輩方もすごい素敵な方もたくさんいらっしゃるので、やっぱ柏木さんのようにたくさんの方に本当に知ってもらえるような存在になりたいですね。そういうメンバーになれたらいいなって思ってます。ありがとうございました。今回はそのテーマは監督さんとかそのスタッフの皆さん考えてくださったんですけど、こうメンバーとの関係性とか今の AKB がこの MV に伝わるようなものにしたいっていうのを、本当に MV に意見言うなんて今まで経験なかったし、そのそれがいいかわかんないけど、一応なんかダメ元でというか
言ってみたらすごいそれを聞いてくださって、本当にファンの方がきっと多分喜んでくれるような作品になるんじゃないかなって、もう今もうめちゃくちゃもうやりきった大満足って感じです。まだできてないですけど多分振り返った時に今日の今回の新曲の撮影が一番思い出した時になんか楽しかったなとか、あ、すごい AKB として駆け抜けたなってこう振り返った時に一番思い出すのって今日なんだろうなってなんか思うぐらいすごい本当に楽しくて幸せな現場を後輩たちが作ってくれたので本当に感謝の気持ちでいっぱいです。その言ったら私が3期生で卒業して、そしたらもう次13期になるので、なるともういわゆるなんかその10年ぐらい前のなんかいわゆる当時の昔の AKB みたいな時のメンバーが本当にやっぱり全員なくなるので、それって全然なんかマイナスなことじゃないんですが、本当にここからがみんなで本当に自分たちの大好きな AKB を作っていってほしいなっていうのがすごいあって、 AKB とはこうでなくちゃいけないみたいなものを本当にいい意味で全然それにとらわれず今いるメンバーたちでこういう AKB を作っていきたいっていうものをどんどんこう自由に作っていってほしいなっていうのが私のすごい思いというか願いではありますね。